マイケル・クラブツリーは、テキサス州ダラス出身のアメリカンフットボール選手。現在フリーエージェント。ポジションは、ワイドレシーバー。高校時代は、クォーターバックとしてプレーした。またバスケットボールでも活躍を見せた。テキサス校科大学在学中の2年間に231補給、3127ユーズ、41タッチダウンを記録し、2年連続、 ユナニマスコンセンサスオールアメリカンに選抜された。また同様に2年連続でフレッド・ビレトニコフ賞、ポール・ウォーフィールド賞をダブル受賞するなど、カレッジフットボールのトップレシーバーとして活躍した。カレッジの2008年シーズン終了後に NFL ドラフトへのアーリーエントリーを宣言。大学時代の実績、高い補給能力、スピードを兼ね備えた彼は高い評価を受けており、 ドラフトでのトップ5指名も予想されたが、左足の疲労骨折が判明し、手術を行ったため NFL コンバインを及びプロデーで、総力テストを受けることができなかった。この影響によってか、2009年の NFL ドラフトでは、サンフランシスコーティナイナーズに一順10位で指名を受けた。8月6日の ESPN による報道で、チームとの契約交渉に不満を持つ、彼は入団拒否し、 2010年の NFL ドラフトでの指名を目指す準備をしていると代理人が語ったと報道された。9月9日にはフォーナイナーズの新人史上最長となるホールドアウトになり、ドラフト一巡指名の新人選手としては1987年にセントルイスカージナルスと契約を結ばなかったケリー、ストーファ以来となるシーズン全試合ホールドアウトが懸念された。 11月17日までに契約が結ばれないと2009年シーズンの試合に出場できなくなるところだったが、10月7日にチームと6年3200万ドルの契約に合意した。契約が難航した間、9月にはタンパリングを行っていたとナイナーズが訴えた。ニューヨークジェッツからトレードを打診していたがナイナーズはこれを断っていた。 10月25日のヒューストンテキサンズ戦でデビューを、果たし5回のキャッチで56ヤードを獲得した。シーズン終了までに48回のキャッチで625ヤードを獲得にタッチダウンを上げた。2010年9月上旬の練習で、バーノン・デイビスと衝突し、マイク・シングレタリーヘッドコーチに止められた。この年741ヤードを獲得し6、タッチダウンを上げた。 2011年、PUP リスト入りし、プレシーズンゲームを3年連続欠場した。2012年、最終週のアリゾナカージナルス戦で、8回のレシーブで、チーム記録となる172ヤードを獲得、2003年のテレル・オーウェンズ以来となる1 0ヤードレシーバーとなった。プレーオフのグリーンベイ・パッカーズ戦では9回の、レシーブで119ヤード、ニ t d アトランタ・ファルコンズとの、 NFC チャンピオンシップゲームでは6回のキャッチで57ヤードを獲得している。2013年5月22日の練習でアキレス腱を断裂、全治には6ヶ月ほどかかる見込みとなった。8月27日、PUP リストに入れられた。11月26日にアクティブロースターに復帰、復帰戦となった12月1日のセントルイスラムズでは2回の レシーブで68ヤードを獲得した。2014年1月19日、シアトルシーホークスとの NFC チャンピオンシップゲームで、キャパニックからクラブツリーに投げられたパスが、リチャード・シャーマンに弾かれ、マルコム・スミスにインターセプトされ、ナイナーズは17から23で敗れた。2014年、68回のレシーブで698ヤード、4TD を上げた。 シーズン終了後無制限フリーエージェントとなった。2015年4月13日、オークランドレーダースと1年300万ドルで契約を結んだ。レーダースでの1年目の2015年シーズンは85回のレシーブで922ヤード QTD という成績であった。2015年12月9日に4年3.5億ドルで契約延長した。 2016年シーズンの開幕戦のニューオーリンズ・セインツ戦では試合を決める2パートコンバージョンを QB のデレックカーからレシーブしチームは35から34で勝利した第4週のボルティモア・レイブンズ戦ではキャリアハイとなる1試合 3TD の活躍を見せ28-27での勝利に貢献した最終的に2016年シーズンは キャリア最高となる89回のレシーブで1003ヤード、8つのタッチダウンをマークした。2017年シーズンのクラブツリー2017年シーズン、第12週のデンバーブロンコス戦では、相手の CB アキブタリブと、殴り合いの乱闘となり、両者とも退場、1試合の出場停止処分となった。2017年シーズンは58回のレシーブで618ヤード、 6タッチダウンという成績だった。2018年3月15日、レーダースからリリースされた。レーダースでの通算記録は232回のキャッチで2543ヤード、25回のタッチダウンレシーブであった。3月16日にボルティモア・レイブンズと契約。レギュラーシーズンでは54回のパスレシーブで607ヤード、3つのタッチダウンを上げた。 プレイオフ初戦のロサンゼルスチャージャーズ戦では2つのタッチダウンを上げるも17から23でチームは敗れた。2019年2月25日にリリースされた。8月21日にアリゾナカージナルスと1年契約を結んだ。ありがとうございます。